吉地教は中華民国、満州国の軍人、政治家。満州族愛信家暮らしで皇族の出身。北京政府、法天派の軍人となり、後に満州国に参加した。字は土かうの。日本に留学し、陸軍士官学校大発揮法兵科を卒業した。帰国後は、長作区に率いる法天派の軍人として、軍歴を重ねる。 法天省特軍公所商工参謀から始まり、1916年、カモコン領水上警察庁上長に任命される。1918年、法天軍総司令部参謀署所,所長兼、第27市参謀長となった。1920年、国流公所法兵団団長に移動する。翌年、吉林省特軍公所参議長兼省長、公所参議となる。 1924年、東北陸軍第13旅び長び、朝券鎮吉氏に任せられた。1931年、延吉警備司令となる。満州事変が勃発すると、基地共は機構に従って、関東軍に組みした。1932年3月9日に、満州国が正式に成立した直後の14日に、吉林省警備司令官に任命されている。 1934年に陸軍上昇を授与され、同年7月21日、第二軍管区司令官に任命された。1941年3月3日、優待した町会報の公認として、自重部官どころ部官庁に任ぜられる。1944年4月24日、遠近鎧が病気辞任したことに伴い少所不大臣に転じた。満州国滅亡後、基地教は、 ソ連軍に逮捕、連行された。中華人民共和国成立後の1950年7月31日に、身柄を引き渡され、武順戦犯管理署に収監されている。1964年12月29日に、実施された第5回戦犯特赦において、基地教は釈放された。その後の行方は不明である。ありがとうございます。